道内は大気の状態が非常に不安定で、各地で強い雨が降っています。交通にも影響し、通勤通学の時間帯を直撃しました。えぐっ、やば。川のように冠水した道路、今朝の苫小牧の様子です。苫小牧では午前6時40分過ぎまでの1時間で 35.0 ミリの激しい雨が降り、市は小中学校37校を臨時休校としました。道内は前線が停滞している影響で、各地で雨が強く降っています。高速道路は道東道の夕張インターと向川保別インターの間の上下線が通行止めになっています。JR は千歳線や函館線などの一部区間で運転を見合わせた影響で、特急31本を含む127本が運休しました。道内は明日明け方までの24時間に多いところで120ミリの雨が降る恐れがあり、低い土地の浸水や川の増水に警戒が必要です。